グレートベーソンはアメリカ合衆国のロッキー山脈とシエラネバダ山脈の間にある地形学的に広い乾燥した地域。大いなる盆地を意味する地名で海へ注ぐ川はない。地形学、地質学、地理学的にはメキシコ中部太平洋側まで伸びるさらに広域なベーソンレンジの北端部に位置している。水文学的定義によるグレートベーソン。 ベースンレンジ、グレートベースン砂漠、グレートベースンという用語は、水門学、生態学、植生地理学、自然地理学、地史学、民族地理学で利用される用語である。この名称をはじめに使用したのは探検家のジョンシー、フレモントであった。彼は、自らの探検から、この土地が、海とつながっていないことを発見した。 水文学的定義が最も利用されており、また唯一明確な境界が示されている。他の学問分野においても境界線の定義が試みられているが、資料によってそれが異なっている。グレートベースン砂漠も国立公園局によって定義されており、その境界線はグレートベースンとほぼ同じであるが、唯一南方に飛び出した領域のみが除外されている。 グレートベーソン植物区形は、植物学者、アルメンタ・ハタジャンによって定義され、その領域は、水文学的定義よりも大きい。グレートベーソンに加え、スネーク川平原、コロラド高原、ユンタ・ボンチとアリゾナ州の一部が含まれる。自然地理学による定義は、ベーソンレンジをもとに1931年に行われた。地質調査書は、この定義を採用し、 自然地理分類図を策定している。この領域は水文学的定義より少し大きい程度である。グレートベーソン文化地区はロッキー山脈とシエラネバダ山脈の間に位置する民族地理学的分類である。その面積は約100万平方キロメートルに達し、水文学的定義の2倍近くある。分水海図オレンジ色がグレートベーソングレートベーソンの 風景水分学的定義によると、その面積は54万1730平方メートルである。すべての領域が浸食によってできており、かつて湖の底であった地域が水面の低下によって現れている。フレモントの観察の通り、領域内を流れる川はいずれもメキシコ湾や太平洋には流れ込んでおらず、内陸流域となっている。境界線となるのは、 東では、ワサッチ山脈、西では、シエラネバダ山脈とカスケード山脈、北では、スネーク川盆地であるが、南側の境界線は、やや曖昧である。ネバダ州のほぼ全域、ユタ州の半分、オレゴン州とカリフォルニア州の一部が含まれ、アイダホ州、ワイオミング州、そして、メキシコにも、わずかにかかっている。大いなる盆地という名前ではあるが、実際には、 数多くの小さな盆地から構成されている。グレートソルト湖やピラミッド湖、フンボルトシンクなどがグレートベースン内での雨水の主要な流入先となっている。グレートベースン分水嶺によって太平洋と分水海が区切られている。グレートベースン内で最長かつ最大の川はベア川であり、その長さは 560km である。また、 最大の流域面積を持つ川は、フンボルト川であり、流域面積は4万4千平方キロメートルである。グレートベースンにおける降水は、ほとんどが雪であり、そのほとんどが地下水となる。北アメリカ最大の鉱山湖であるタホ湖も、グレートベースン中央部に位置する。グレートベースンは一つの盆地ではなく、隣接した分水海の集まりであり、西はサクラメント川、 サンワーキン川とクラマス川の分水海、北はコロンビア川、スネーク川の分水海、南と東はコロラド川、グリーン川の分水海である。グレートベースンに含まれる分水海はなど、ユタ州、ネバダ州を通るスネークバレーの吹雪き水文学的定義によるグレートベースンには複数の砂漠やエコリージョンが含まれており、それぞれに異なった。 植物症、動物症が存在する。自然環境における境界線は明確ではない。グレートベースン南部には、モハーベ砂漠、コロラド砂漠、北部には、グレートベースン砂漠、オレゴンコーチ砂漠が存在する。南部と北部の砂漠の違いはその植生に現れており、南部の砂漠には、ジョシワツリーや、メキシコハマビシが生えているが、北部の砂漠には、 それが生えていない。北部砂漠の方が標高が高く、年間を通して、降水量が多い。グレートベース内での気候、植生は標高に大きく左右され、標高が高いほど気温が低下し、降水量が増加する。そのため、この地域の森林は、標高の高いところに存在する。南部では、ネズや松の仲間が生え、北部では、マウンテンマホガニーが生えている。 また、水辺では、山梨の仲間が生えている。これらの高地の森林の生態系が、典型的な砂漠のものとは異なっているため、世界自然保護基金などでは、グレートベースン砂漠の山間部を個別のエコリージョン、グレートベースン山岳森林として区別している。これらの山岳地域は、他の地域と隔絶されているため、数多くの希少種、特有種が生息している。 グレートベースンは最終表記には水域であり関心よに水が干上がった。そのため表記の間に他の動植物が入ってこず高い遺伝的多様性を保っている。他の研究者もグレートベースンを複数のエコリージョンに区分している。植物学者アルメン・タハタジャンはグレートベースン植物地域を設定した。また、 アメリカ合衆国環境保護庁はこの地域をベイスン、アンドレンジ北部、ベイスンアンドレンジ中部、モハーベベイスンアンドレンジという3つのエコリージョンに区分している。グレートベイスンには、プロングホーン、ミュールジカ、ピューマ、コヨーテなどが生息している。また、ウサギ科のオグロジャックウサギや、サバクワタオウサギなども生息している。また、ゲハ類では、 キヌゲネズミ科のパックラット、ポケットネズミ科のカンガルーラットなどが生息しており、その多くは夜行性である。アメリカアカシカとビッグホーンも稀に見ることができる。爬虫類では、砂漠ツノトカゲ、ツノトカゲ科のグレートベースンカキネトカゲ、イグアナシタメの長鼻モ門トカゲなどのトカゲが、低地においてはよく見られる。また、ガラガラヘビや ナミヘビ科のゴーファーヘビも生息している。インヨヤマサンショウウオは絶滅危惧種である。鳥類では、ヒラヤシシギ、ダイシャクシギなどのシギを湿地で見ることができる。アメリカシロペリカンはピラミッド湖に生息している。また、イヌワシもグレートベースウンで非常に一般的。その他にも、ナゲキバと、ニシマキバ鳥、ワタリガラスなどが一般的な種である。また、 タランチュラや、モルモンコオロギなどの無脊椎動物も生息している。外来種では、イワシャコ、ヨーロッパ山マウズラ、ヒマラヤ石系など、モノ動物や、スズメの茶引きなどの植物が生息している。また、野生の馬やロバは、非常に繁殖力が高く、生態系にとっての脅威となっている。また、家畜の牛や羊も放牧されている。 ベースンレンジで典型的に見られる地形地形学におけるグレートベースンの領域地理学的にはベースンレンジの一部である。グレートベースン地形区分は地形学における区分でありベースンレンジに含まれている。また、グレートベースンの部分だけでなくオレゴン州東部、アイダホ州南部、コロラド川流域が含まれている。 ベースンレンジは身長力によって地殻が引き伸ばされたことによってできた地形で、南北に数多くの山脈が走り、その間には峡谷や盆地がある。これらの特徴により、その中心であるネバダ州は全米で最も山の数が多い。都市圏北部南部南端部グレートベースンに人が住み始めたのは少なくとも1万2000年前である。 ヨーロッパ人が到達した頃、この地域には、諸小二族、ユート族、北部パイユート族などのネイティブアメリカンの部族が住んでいた。18世紀に、スペイン人の探検家たちがヨーロッパ人で最初にこの地域に入った。1827年、ジェデダイアスミスが最初の入植者として、シエラネバダ山脈を越えてこの地にたどり着いた。さらに、 1820年後半には、ハドソン湾会社のピーター・オグデンが、グレートソルト湖とフンボルト川流域を探検した。さらに、1932年には、ベンジャミン・ボンビルが北東部を探検した。アメリカ合衆国は1819年にスペインとアダムス・オニス条約を結んで、北42度線以北の領有権を確定。1846年にイギリスと、 オレゴン条約を結んで、北緯49度線以南の領有権を確定させた。さらに、1848年には、メキシコ活条地を取得し、グレートベースン全域の領有を達成した。また、1847年には、モルモン京都が、グレートソルトレークバレーに入植。1849年には、現在のユタ州全域とネバダ州北部にあたる土地に、 デザレット州の創設を宣言した。その後の定住は1848年に発生したカリフォルニアゴールドラッシュによるもので移民たちはカリフォルニアトレールを通ってグレートベースンを渡っていった。1848年オレゴン準州が設立され、1850年にはユタ準州が設立された。ユタ州で見られるグレートースンにおける気候は 標高、井戸、その他の要素に左右されるが、標高の高いところほど気温が低く、降水量が多い傾向がある。また、西部は、シエラネバダ山脈の雨影に当たるため、東部よりも乾燥している。ほとんどの地域は、乾燥地域か半乾燥地域であるが、高地では、高山気候も見られる。標高の高さと乾燥した気候により、この地域では、 気温の比較差が非常に大きい。Great Base ん。Geographic Names Information System.US. Geological Survey.2011 年10月1日。閲覧。How Art is the WBD.US. Geological Survey.2010 年10月23日。閲覧。GIS Files Used for Bose the A Carlys. カルキュレーションズザ・アンドオーバーレイ・オブ・ザ・アバブ・マップ。ABC ホワット・イズ・ザ・グレート・ベースン。2015年7月14日閲覧。ABCDEF ・グレーソン、ドナルド・ K、ザ・デザート、エスパスト、ワシントンロンドン、スミソニア・ンインスティチューション・プレス。ISBN 15億6098万22225、ホワット・イズ・ザ・グレート・ベースン。 2015年7月14日閲覧。ソーン、ロバート F、フィトジオグラフィー・オブ・ノース、アメリカノース・オブ・メキシコ。2004年3月17日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年5月8日閲覧。フェンマン、ネビン・モランさん。 フィジオグラフィーオブ y of Western u n i t e マグロピアニッシモ三百二十六三百二十八ルク四十八万七千六百三十六 https コロンスラッシュスラッシュアーカイブドットオアルジスラッシュディテールズスラッシュインドエリネトドットリドット二零一五二四七二五五 Physiographic Regions ユナイテッドステーツジオロジカルサーベイ2006年5月15日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年5月8日閲覧プリツッカーバリーエムウェイネイティブアメリカンエンサイクロペディアヒストリーカルチャーピープルズオックスフォードオックスフォードユニバーシティプレス p220, ISBN 978から0から19から513877から1、https, archive, org, details, native american 年000プリット2010年6月4日、閲覧。What is the Great Basin? 2015年7月14日閲覧。Great Basin ジオロジックプロビンセスオブザユナイテッドステーツ BASINDRANGEPROVINCE.NATURE.NPS.GOV A、S I、N、e. e. 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 e.>、ナショナルパークサービス2009年1月16日時点のオリジナルよりアーカイブ2009年1月10日閲覧アメージングレイクタホレイクタホビジターズオーソリティ2008年12月7日 辞典のオリジナルよりアーカイブ。2008年10月26日閲覧。ホワット・イズ・ザ・グレート・ベースン。2015年7月14日閲覧。ブルーサード、PF ・シャーレット、DA ・ド・ブッキン、DS ・ボール、LC ・グレート・ベースン、モハビ・デザート・レギオン。イン・マック、MJ ・オプラー、PA ・パケット・ヒーカー。 CE et o l l status and trends of the nation, sbiological resources, 2レノネバダ US, geological survey, http://www.nwrc.usgs.govsandt-great-bn.pdf-hat, Deserts of North、American. エンサイクロペディアオブアース2020年5月9日、閲覧。エビー・グレート・ベースン・モンタネ・フォレストテレストリアル・エコリージョンズ・ワールド・ワイルド・ライフ・ハンド2020年5月10日、閲覧。シュミット・デーブ・エヌ・ザ・タフォニミー・オブ・ゴールデン・イーグル・プレイヤー・キュミレーションズ・アット・グレート・ベースン・ルースツ JS ・ノバイル15 237-256http://ethnobiology.org/sites/default/files/pdfs/ 上 /15-2/schmit1995.pdf t ベースレンジプロヴィンス ジオロジックプロビンセスオブザユナイテッドステーツアメリカ地質調査書2009年1月25日時点のオリジナルよりアーカイブ2009年1月10日閲覧フィジオグラフィック・リージョンズタペストリー・オブ・タイム・ンド・テレインユースグス2020年5月12日閲覧モーガン・ジェダジアスミス・ンド・ザ・オープニング・オブ・ザ・ウエスト P78 トオグデン ピータースキーン、ディクショナリーオブカナディアンバイオグラフィーオンライン、ハット NPS、コントリビューターズ、ザ、ナショナルパークスインデックス、ワシントン、DC、ナショナルパークサービス、US デパートメントオブザインテリア、P26、オリジナルの2008年12月19日時点における、アーカイブ、 https://web.archive.org/web/20081219084532/http://www.nps.gov/history/history/onlinebooks, index, index1pdf2008 年10月5日閲覧ありがとうございます。